間共有できたっていうことを大切にしていった方がいいかなと思うけど、うん、好きっていう感情が上回っちゃって、それでも無理してその人と一緒にいようと思うっていう女の子と結構いるわけ。自分が本当に幸せになるための選択肢を選んでいかないといけないと。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はどうされたんですか？いや、みゆちゃん動画見ましてどうなのかなと思ってちょっと気になってきました。ありがとうございます。堀川さんと会えちゃいました。完全に、ね、嫌いになっちゃえば多分いいと思う、まだ楽だと思うんですよね、気持ち的には、うん、そうそうそう、まだそこまでいけてないから、そうそうそう、本当このままじゃ多分自分も壊れると思って多分決断した言葉がそうだ、そういうふうだよね、そういうふうだよね。何があってもあなたと一緒にいたいですって言えるようになる、多分そのやっぱりまだ好きって思えるなら、うん、今はね、今はね、待ってます。今はそうだね、だいぶ思いが強い感じがしたからちょっと気になっちゃってね、見に来ました。うまいことは言えんけど、人と付き合うっていうのはと思ってもう素晴らしいことだと思いますんで、本当に難しいんですね。難しいですね、本当に。バカの他人なので、自分と思いが 50% にならんといかんところがやっぱ 60%、40%、70%、30% になっちゃうとバランスが取れなくなるし、難しすぎて。で、私恋愛初心者レベルじゃないですか。なんて言ったって初心者レベルなんで。ああ、そうかそうか。そうなんです。みんなも本当男と女の子が付き合うっていうのは本当難しいと思う。難しいですよ。奇跡レベルですよ、だって。そうだね、好きになることもすごいこと、すごい確率だと思うし、そこで長続きするっていうのはバランスが良くないと。難しいですよね。難しいと思う。本当に相手のことを尊敬できたりとか、この人がいないとダメだと思わないと、ここまで深いところまで付き合えば付き合うほど相手が必要って思わないと続かないかなって思う。確かにそうなんですよね、うん、でも若いうちはいっぱいこう経験した方が絶対いいと思う。僕の思うにはね、やっぱね、人がこうやって付き合うことでも知り合うことでもすごいことだし、もしくは付き合うっていうとなるともっとすごいことだし、ただその時間共有できたっていうことを大切にしていった方がいいかなと思うけど、いい思い出に、いい経験に、そうそう、いい経験に、自分の糧に、自分のステップアップのために、うん、人生の糧にして、二人とも僕が好きだったので、翔くんにしろ、みよちゃんにしろ、いい、うん、なんか可愛いなってずっとやっぱり思っとったで、そこがね、ちょっとね、あ、やっぱ残念だなっていう、仲良くずっと追ってくれればいいかなとは思ったけど、入れたらよかったんですけど、ね、、うん、あ、でもどうなるかわからないんですけど、本当にこの人だったら一生折れるわって、何にも自分気づかなくてもいいし、あ、この人がいないと自分の人生明るくならないって思えるぐらいの人見つけないとですね。あ、どんなね、そどん底に落ちてもこの人だったらいいわ、這い上がっていこうと思えるぐらいの、うん、人だったらいいけど、難しいですよね、そういう人を見つけるのも。難しいね、本当に。いや、大丈夫、みなちゃん大丈夫です、ね、うん、大丈夫、その姿勢たら終わるから。本当にいい思い出っていう、まあでもこの先ね、何かのタイミングでまた復活するかもしれんし、そうですね、うん、私は翔くんしかいないと思えばまたくっつくだろうと思うし、それには多分翔くんも一皮むけないかなと、うん、もう一つ大人にならんといかんと思うし、もう二人ともいい成長剤というか、今本当今楽しんどることが一番だと思うよ。仕事に、プライベートに、すべてにおいて楽しまないと。仕事も楽しい、遊びも楽しい。社長に習いました。あいつはね、全力すぎて、ね、あの2日勝野と一緒におったら1日寝込む。寝込む。これ何の撮影？その恋愛相談をするみたいな。ああ、ミオのね、うん、そうです。で、今坂本さんで本当にそれを撮ったんだ。そうそうそう、本当にそれだよ。ミオは何を相談するの？気持ち込みですよ。今も？今はちょっとだいぶもうこのままじゃダメだなと思って、うん、なるほどね。
別に嫌いになったとかじゃなくて頑張らなきゃなっていうので、なんかでもさ、ショーンのあの感じ見とると別にまあ別に私そんなに嫌い同士じゃないのかなとは思うけど、まあ、ただな、若いからな、そうか、うん、そうそうそう、若いもんで、うん、ちょっとあの突っ張りがあるというかね、うんうん、で何が嫌なの？嫌だとかじゃないんですよ、うん、ないなと思うわけじゃん。ないなというか、このまま付き合ってても、うん、多分お互いに壊れていくなっていうのを私に思いました、うん、その理由が知りたい。いや、私も私で翔さんのこういうところが嫌だ、でそういうのも立て続けに続く、で翔さんも翔さん誰も何かしら思うから、うん、私に対してそういう態度にするわけじゃないですか。喧嘩になったりとか、で彼的には倦怠期っていうワードらしいですけど、私は倦怠期というものないんで、もう倦怠期って、ね、まあまあそうだね、難しいところなんですよね、うん、嫌いになったとかじゃないですけど、私も。倦怠期って結局慣れでしょ。そうだね。慣れだよ。マンネリとか。うん、まあ、だけどさ、このミオのこのマインドを見てると、悪い風には進んでないからさ。うん、まあ、例えばさ、男でも女でもそうなんだけど、どっちかが振られるとするじゃん。別れたくないとする。好きだから、はい、別れたくないってなった時にさ、はい、こう家の前で帰りを待ってみたり、ゴリ電してみたり、はい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 、もう離れたい方からしてみたらそれ逆効果でしかないわけじゃん。確かにそうだね、はい、ね、うん、だけど好きだからそういう行動を取っちゃうと、うん、ね、好きだからそうこういう行動をしちゃうんだけど、でもそれされた方って別れ際をそうやって汚されると二度と会いたくない人になっちゃうわけよ。だけど今のミオみたいにさっと引いとって、今違うなと思ってさっと引いとったら、このままね、この関係でいければ、まあその嫌な思い出じゃなくていいことだけ思い出せればさ、1年後2年後、あ、やっぱミオ良かったなって、そのそれは戻れる可能性があるわけよ。いいこと言うなら、やっぱり恋愛マスターだね。本当に今ちょっと俺恋愛マスターじゃないから。だからそのなんて言うんだろう、別れ際、人間誰しも嫌われたくないわけ。でも別れたい男が取る行動って、でも嫌われたくないから中途半端に優しくするわけよ。で中途半端に優しくされた女は可能性があると思うわけじゃん。そうするとちょっと一歩間違えばストーカー行為になるような、家で帰ってくるの待ってたり、ゴリ電してみたりとか、 LINE ブワーって言ってきたりとか、はいはいはい、ってなるともうこっちは逃げたくなるわけだ。そうするともうあの女二度と会いたくないとか、うん、もっとひどい子だと別れてそれで構ってほしいからリスカしたりとか、あ、いるわけじゃん。でももうそんな女って絶対戻りたくないわけ。だから中途半端に優しくすることもダメなわけ。男が嫌いじゃなかったとしても全部俺が悪いから、俺のこと嫌ってくれていいから、今一緒にいれないからそれだけ理解してって言って別れてあげた方が、その子も次に行きやすい、うん、突き放すってことするんだから、うん、そう、嫌われても、そう、嫌われてもいいから突き放してあげた方が次に行きやすいし、そうやって別れた方が別れた後も後に友達に戻れる。すぐは無理だ。だからこれ男女ともに逆も一緒だと思う。まあそうだね、うん、これをちょっと言っておきたいなと思うのは、好きっていう感情が上回っちゃって、それでも無理してその人と一緒にいようと思うっていう女の子って結構いるわけ。恋愛だけじゃない、いろんな選択肢があるわけよ。人間っていうのは生まれてから今に至るまでいろんな選択肢があったわけ。だけど自分にその選択肢が与えられた時、その時自分にとって一番ベターだと、一番いいと思う選択を人間っていうのは繰り返していくわけよ。でも後悔するのが人間なわけ。だからこれからもその恋愛に関しても選択肢としてあるのは、いいと思って選択しても後悔することはこれからだってあると思うんだ。だけど女の子なんだから一番やらないといけないと思うのは、自分が本当に幸せになるための選択肢を選んでいかないといけないと思う。女の子ってさ、男って目で恋をするのって、可愛いと思ったらやりたいと最初だからやりたくない女にいきなりさご飯行こうとか言わないわけじゃん。男は下心があって目で恋をして視覚で恋をする。だけど女は耳で恋するの、見た後まで情報で、はあはあ、この人の収入、はあ、この人の家柄とか、はい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 、でこの人だったら幸せになれるかなって思うから、はい、そう経済的に安定する場所に行けるわけ。だから結婚して子供は産んだけど、もう別に旦那は帰ってこんくってもお金だけ入れてくれればいいとかさ、そういう感覚になるわけだ。だからどういう感覚で恋をしててもいいんだけど、でも自分が幸せになろうと思ったら、じゃあギャンブルやる、暴力振るうとか、家に帰ってこない、この相手幸せになれますかって言ったら、ならないでしょ。でも好きだからこっちに行っちゃうんだよねって、ミステリアスだから、
惹かれちゃうんだわ、好奇心で。はいはいはい、好奇心って本当に罠なんだよな。罠だよね、うん、確かに。だけど自分に対して何でもしてくれるとか優しいとか、そっちにいた方が絶対いいわけよ、ね、だけどそこはときめかないわけ。そうだね、うん、うまいことできとるよなこれ。すごいですよね、うん、だけどその時にじゃあみおちゃんはこれからね、親を安心させたいとかいろんなこと考えた時には自分が幸せになるための選択肢を進んでいく方が将来的には絶対幸せになりますよってこと。うん、今好きだからこの人にしがみつくんじゃなくて、ね、ここにしがみつかなくてもみおが違う恋愛に進んでた方がみおが幸せになるんだったら早く切り替えた方がいいですよと、うんうん、今こうやってのは取るじゃん、うんね、うん、ちょっといい男出てきたら女なんて切り替わるの早い、男の方が引きずるんだから。そう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 、男は一回やった女いつまででもできると思ってるから、うん、勘違いしんといてよって女に思われるんだから、うん、そうバカだからね男はね。そうそう、男はね頑張ります。唯一あれだからな、俺いい話をするのが俺だから話し方がうまい詐欺師特有です。さすがに誰か騙されてくれんだろうここ使ってください絶対恋愛の方ですよね。なんとか一回俺に騙されてこんなに恋愛マスターなのに今彼女がいないです。いないですからね、デートに困ってますからね本当だよありがとうございました本当に、ね、こんにちは、お邪魔します。こんばんは。こんにちは。こんにちは。どうしてそんな暗いんですか。こっちが来たよ。え？だから別に俺はもう戻らん方がいいとは思ってるよ。なんでですかそれは。いやまた同じことになると思うし、うん、まあミオはまあ子供みたいな子供近いオチの子供だし昔から知ってるもんで、うんうん、まだ若いしいっぱいおるから。そんだけ好きになれたのは大事だけど、うん、もっと好きになれると思う。強くなったからね、それで。違う人のことでも。もうなれると思う。うん、今、そんだけなれるんだったら、うん、と思ってますし、まあ、それもあんたが決めることだけどね。でじゃあ、もしね、ミオが1ヶ月後でもまだ好きですとか、うん、いや、でも、周りでおったじゃん。周りでもおるだろうと思うけどさ、何回も付き合って別れて、付き合って別れてって、おると思うけど、結局は、1回別れると別れちゃうと思うけどね、俺は。あのまた戻ったとしても、でもそれなんかの一回別れるっていうのを言葉出しちゃうで、一回別れちゃうと、それもまた癖みたいになっちゃうじゃん。なんか喧嘩したらまたそうなっちゃうとか、でまたそうなって戻ってって、結局その間にとかまた違う人ができたりとかできるもんで、そういう人は結構いたよ周りで。でも別になんか今回ミオ喧嘩別れでもないし、うん、でミオは逆に今と思うと、いや今はでもやっぱ好きだしなっていうのもあるよ。どっちの思いもある。このまま違う人を見つけてとも思うけど、うん、出てきてないでしょ、それは。そうだから翔さんから抜け出せてないわけですよ、ね、あ近くにおるしね、そのどうしても感じることがあるんでね。そうそう、まあでも早い方がいい、動くんだったらね、どっちにしろあんたが好きならね、もう一回話し本当に話してみて、別に付き合うんじゃなくてもう一回話してみて、話しとると思うけど、うん、話しとる、話しとるの、話しない、会ってみりゃいいじゃん別に普通にさ。で会ったら好きじゃんやっぱりミオは。しょうがねえじゃん。お前、まあ、女なんか答え決まっとんだよ。まあ、もう行ってこいで。好きじゃん、それは、ね。行ってこいで、もう。あったら。もう行ってこい。それで戻れたらすっごい嬉しいよ。ほんと？いや、嬉しいけど。電話しろってことやねん。じゃあ嬉しいんだけど、でも今戻っても同じことの繰り返しになるのかも。まあまあ、わかんないけどね。向こうもその気持ちが変わってるのかもわかんないから、見るからしたら。難しいところですけど。向こうからのアクション全くないってことね。いや、ちょいちょい LINE もくれる。いや、いっぺんちょっと、あ、いや。作戦でもなくても、俺作戦はいらんもんで、ぶつかるなって言った方がいいと思うし、ミオもそれは思う、うん、そのなんか駆け引き苦手なんだよね。いないいないいない、本気で思っとうんだったら、で違ったらも違ったらしゃあないし、だけどあんたもやもやしそうだったら、いっぺん会って話して、でも会ったら好きってね。いやいいじゃん、それで。いや言って、でだけどこう思っとる、で好きだけどこう思っとるもんで、今こうまたなっちゃうみたいな。でも向こうはその時にさ、自分が改心してやってくるっていう気持ちもあるんだったらさ、うん、もう一回信じてみようかなでいいじゃん。素直に好きだったら好きでいいじゃん。でそれで話して、でそれでも別にそれがどうしても翔くんと合わんかもしれんよ、うん、けども自分はそのしかないで、銀河駆け引きうまく やれんて、やれるタイプじゃない、うん、分かってるし。だからまあでもそれで失敗したら別にそれが経験の一つになるかなってミオは思って、俺はそっちが一票だね、それは。そう、それはミオも思うんだけど、うん、それでいい。それはもう応援、単純に応援します。その一応前のことは言えもんで、その気持ち、もう単純にね、単純に、素直にね、素直にそれだけでいいと思います。頑張ってください。ありがとうございました。また報告してよ。どうなったかっていうことを教えてください。はい、報告しに行きますね。はい。
はい、また見てね。なんだこれ。Yeah.